皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は独譜者を中級編ということで、要は続きですね。2年、3年前ぐらいにアップした独譜者を初級編の続きでございます。まあ、結構前の動画なんですけれども、何気に好評で再生回数も高いですし、続き作らないんですかなんていう要望もすごいいただきますので、間が空いてしまいましたが、中級編という形で続きを作ってみようかなと思った次第でございます。で、この楽譜に対して苦手意識を持っている方ってすごく多いと思うんですよ。難しそう、できないとか、仕組みがわからない、イメージもできないと、俺には無理だと。まあ、そんな感じで苦手意識を持っている方、すごい多いかと思うんですけれども、実は楽譜ってそんなに難しい話じゃないんですよ。割と学問というわけじゃないですけれども、勉強の内容としてはすごい簡単な方です。仕組みを、ね、基本ちゃんと理解してしまえば、すごい簡単です。あ、そういうことかと。なんて拍子抜けだなと。絶対に思うと思います。で、この動画、中級編はですね、5本に分けるつもりなんですけれども、皆さんがこの、ね、5本の動画を一つ一つガーッと見ていけば、必ず仕組みの基本がわかります。その楽譜の基本、その音符の仕組みというか、そういうのが身につくので、どんな楽譜をこれから見ても絶対に応用が効かせられると思うんですよ。もうそのぐらい自信があるわけじゃないですけれども、僕がこれに自信があるわけではなくて、もともと音符がそのくらい簡単なものだということです。そんなに苦手意識を持たないでください。結構簡単です。で、その、ね、基本を身につけるためには条件がちょっと2つありまして、この中級編の動画をスタートする前に2つの条件をまずクリアしてください。1つ目の条件がですね、初級編をやったっていうこと。初級編をちゃんとこなしたよという人。まだその独譜者を初級編の方をですね、見たことがないよという方はですね、ちょっとここでこのビデオをプッと止めて、その初級編の方をチェックしてみてください。全部でまた7本と、ね、長い動画なんですけれども、そちらにもまたこの基本中の基本が詰まっておりますので、まずそれをバシッとマスターしてくることが絶対条件でございます。それで、2つ目の条件としては、必ずこのテキストを印刷するということです。お手元に用意してください。プリンターがない方は何かしらそのセブンイレブンのネットプリントサービスとか使ってもいいですし、友達ん家とかご家族の方とかに手伝ってもらってもいいですし、何かしらの形で必ずお手元に用意をしてください。言葉と一緒で、例えば英語あるじゃないですか。英語が読めるようになるためには、英語を書けないと話にならないんですよ。そうじゃないですか。楽譜に関してもそんな感じですね。その読めるようになるためには、まず書けないと話にならないと。話にならないというわけじゃないですけども、書けたら手っ取り早いですよね。書けたら読めるし、で読み書きができてからしゃべるみたいなね、なんかそんな感じのステップになっているじゃないですか。まあ、そのための第一ステップは必ずこのお手元に用意して書くということを実践してください。これが条件2です。その2つの条件をちゃんとクリアして、これからの5本の動画をですね、くまなくチェックしていただければ、メモとか取ってチェックしていただければ、絶対に基本が理解できます。そんな感じでついてきていただければなと思う次第でございます。なんかいつになくすごい自信たっぷりな口調ですよね。けど別にさっきも言いましたけど、これ自信があるわけじゃなくて、元から簡単なんですよ。そんな難しくないんです。まず、じゃあ1枚目、1日目ということで、1日目のこの動画ではですね、ちょっとこの知識を詰めたいなと思います。まず覚えるべきこと。本当なんか普通の何かの授業みたいな感じですけれども、音符の仕組みですね。すごいこの名前がそのまんまなんですけれども、こういう音符あるじゃないですか。もう一般的にこれが旗、で、これが棒、で、これが玉。っていう名前なんですよ。そのままですよね。まあ、一応、その不備とか、ね、不当とかっていろいろこうあるんですけれども、まあ、口語的に柔らかく言えば、旗、棒、玉という感じです。で、この旗の合体のルールですね。旗の合体のルール。旗っていうのはこういくらでも合体することができるんですよ。例えば、5、8分音符が4つありましたと。このひょろっとした人たち、これをですね、全部こう横につなげてしまうことができるんですね。こんな感じで。で、これが最終的にどんな形になるかというと、このピロピロって出た部分を少し削ってしまって、こういう形になると。ここの棒から何本旗が生えているかなというのが大事なポイントです。例えばこれが、こういうふうに2本生えている16分符という音符だったら、さあどういう形になるかというと、こうですね。わかりますでしょうか。この棒に対して2本旗が生えているよという状況をリンクさせるわけです。そうすると、こんな感じですごいすっきりと書きやすくなるわけですね。この合体のルール、
どうでしょうか。すごい簡単ですよね。で、ちょっとややこしくなるかなって思うのは、8分音符と16分音符が絡んだときです。ちょっとだけややこしいです。例えば、こういう音符型としますよね。棒に対して1本旗が入っている音符と、棒に対して2本旗が入っている音符2つ。一見、まあ、違う種類の音符なので合体できなさそうに見えるんですけれども、こういうのも合体することができます。どういうふうに書くかというと、こうですね。こうすればちゃんと辻褄が合うじゃないですか。棒に対して1本旗が入っている。で、棒に対して2本旗が入っている。で、こちらも棒に対して2本旗が入っている。こんな感じです。生えている、棒に対して旗が生えているというか、横線が何本あるかって考えた方が手っ取り早いかもしれないですね。この横線は別に右向きでもいいですし、左向きでもいいですし、どっちでもいいですよ。普通にこう突き出ちゃっててもいいですし、こういう形もありえますし、こういう形もありえますし、で、なんかこういう感じの形もありえますし、まあ、いろんな形はあれども、縦線に対して、棒に対して横線、旗が何本張っているかというので判断をしていきます。まあ、正直、ちゃんとお手元にそのテキスト印刷していただいたら、別に僕がこんなの説明するまでもなく、あ、そういうことかって、パッと一見でわかると思うんですけれども、まあ、一応念のため説明させていただくと、そんな感じです。じゃあ順番やってみましょう。1番、丸1、A の段の丸1ですね。この8分音符が2つ並んでいるタイプの音符ですけれども、これ、両方ともここの旗をこうつなげることで、まあ、こういう形に、2番の形にすることができます。で、3番、また同じようなもんですよね。3番の場合は、この旗が3本あったのが3つこう合体させてしまったということです。で、5番は16分音符2つあるのを両方とも、てん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 とこうつなげて、この辺を省略してあげて、もっとすっきり書き直してあげると。そうすると、6番のこの形になる。7番も全く同じですね。こういう形、こういうこと。で、次、B の段からその数が多くなってくるんですけれども、1番、2番、3番、4番、5番とですね、いろんなつなげ方をしているんですけれども、基本的にこれ全部同じ意味です。1番の8分音符、1番の8分音符4つ、B の段の1番8分音符4つ。この旗をどこでこうくっつけるのか、どこを合体させるのか、どこを別にさせるのかというのは、割とその採譜している人、楽譜を書く人に任せられているので、まあ、ある一定のルールはあるんですけれども、マナーといいますか、最低限の暗黙の了解はあるんですけれども、採譜している人に基本的に委ねられております。なので、2番みたいな感じで全部つなげてもいいですし、3番みたいに3個つなげて1個プッでも意味合いは同じ。4番みたいにね、ここの真ん中だけつなげても同じだし、5番と4番は一緒ですね。まあ、4番、5番みたいに真ん中をつなげても、意味合いとしては一緒です。で、その C の段に行くと、さっきやってたその違う種類の音符の合体の仕方が書いてありますね。まず、1番は8分音符と16分音符の組み合わせ。1本入っている組と2本入っている組ですね。で、これが合体させられると、丸2番のように、こんな感じの雰囲気になりますと。で、ちょっとややこしいかもしれないんですけれども、C の段の5番、一番右側の5番の音符を見てみてください。ちょっと特殊なつなげ方をしてあるんですが、わかりますでしょうか。こんな音符。縦線に対して横線が1本の人、縦線に対して横線が1本、2本の人、こちらも2本の人です。で、最後のこの1個の音符は、縦線に対して横線が1本の人。というわけで、これを分解するとしたならば、こういうことですよね。ここの上の旗がまずつながって、で、下の旗がここまでつながると。で、このピロピロしたところは削ってしまって、もっときれいに書き直すと、この音符になる。ということでございます。次、どんどんサクサクいきましょう。D 列。4段目の D の列に行きます。この16分音符のまた面白い書き方なんですけれども、
こういう組み合わせがあったとします。2本、1本、1本という組み合わせですね。2本、1本、1本の組み合わせ。なんとなく、こうかななんて思っちゃうと思うんですけども、これだと真ん中の音符が2本組になっちゃうんですよね。これだと真ん中の音符が縦線に対して横線2本入っていることになってしまう。この音符と変わってしまうわけです。じゃあ、どうすればいいのかというと、この途切れることが可能なんですよ。こんな感じで。左側の音符は縦線に対して横線がまず2本入っています。それで、この横線はもうここで途切れちゃっている。それで、真ん中の音符、右の音符は、この1本、1本。ということで、こういうふうに表すことができます。ちょっくらいおかしいんですけど、まあ、そういうことです。ちょっと最後、この D 列の丸5番を見てください。D 列の丸5番。こんな感じの音符。なんかパッと見、うえっ、うえっ、なるかもしれないですけども、ちょっと冷静に考えれば全然わかります。縦線に対して横線が何本あるかをチェックする。まずここが1本。で、この人は2本。で、この人は1本。で、この人は2本。ちょっと斜めになってしまいましたけども、まあ、こういうことですね。で、これを分解すると、1本の人、2本の人、1本の人、2本の人。まあ、こういう感じになるわけです。これが組み合わさって合体すると、こっちになる。そんな感じです。どういうときに合体させなきゃいけないのか、どういうときに合体させちゃいけないのかというルールはとりあえず置いておいて、この音符の合体するルールだけ覚えていただければ、1日目は OK でございます。なんとかついていけたでしょうか、ついてこれるでしょうか。でも、そんな難しくないですよね。ちょっと仕組みだけ分かっていれば、あ、なるほどね、そういうことか、そういうか、ちょろいちょろいみたいな感じになると思います。で、ここまでうまくできたらですね、下の練習問題を解いておいてください。まあ、こちらは1日目の宿題ということで、1番のこの音符を分解するとしたらどんな形になるだろうか、2番の音符を分解するとしたらどんな形になるか、3番を分解したらどうなるかと。というのを、分解問題を1、2、3、4、5、6番までお願いいたします。で、7、8、9に関しては、今度は逆ですね。その合体させたらどうなるかと。この分解されている音符を合体させたらどういう表記になるだろうか。というのをちょっとやってみていただけると嬉しいなと思います。以上でございます。1日目、乗り越えられそうでしょうか。まあね、なんかすごいこう地味な話ですけども、別にそんな難しくないですよね。うん。まあ、皆さんがすごい気軽に乗り越えられることを祈って、1日目はこれで終わりにさせていただきたいなと思います。うまくできたら2日前の方に行くか、もしくは翌日、チェックするか、押してみてくださいませ。それではまた。さよなら。